こんにちは、神野です、オリジナルのタオルのお見積もりお問い合わせいただきありがとうございました。今日はですね、前回ですね、やっぱりタオルの仕様によって価格が変わる、やっぱ値段だけで決めちゃダメですよってお話させていただきましたけども、今回はですね、その工場に直接頼む時のリスクについてですね、ちょっとお話をしたいと思うんです。実はですね、私ども東京の展示会に過去何度も出たことがあるんですけども、やっぱその中でですね、これ一件だけじゃないんですよ。何件か、愚痴みたいに言われたことがあるんですけども、私ども展示会出ますとね、オリジナルのタオルをね、前面に出してお話するわけなんですが、そんな中で、あるお客さんなんかが、やっぱ納期遅れがすごかったっていうことですよね。どれぐらいかかったんですかって言ったら2ヶ月ほど納期遅れしたって言うんですよね。2ヶ月ってっていう話なんですけども、もう2ヶ月なんかあったらね、2回ぐらい作れるぐらいの納期なんですけども、そんなことがあったりとか、また別のところではちょっと品質が色がとかね、もうそういったことでなかなかこのうまく運ばなかったということで、ちょっと、もうタオルは、遠慮してるんですっていうので、もう本当愚痴みたいに言われたことがあるんですね。でやっぱりですね、これどういうことかというと、やっぱり皆さんお話するのは工場にインターネットで調べて直接お電話してやってもらったっていうことなんですね。やっぱりね、一番初め私どもお伝えしてますように、やっぱり工場っていうのはやっぱり得意分野とやっぱり得意じゃない分野があるんですよね。ですからその得意な分野がちょうどね、お客さんから言われたデータが得意な分野でしたら、そこでねちょっとできるんでしょうけども、じゃなかった場合、仲間のその得意なところにお願いするわけなんですけども、そこもやっぱり忙しかったりするとやっぱ後回しになる。やっぱりなかなかその自分ところの仕事で手一杯でそれぞれやってますので、納期管理もおろそかになって、当然品質管理もおかしくなるということで、そんなことが起きるんやと思うんですよね。私どもの場合っていうのは、一時問屋になります。工場持ってませんので、お客さんに自分ところの商品、自分ところでできるそのオリジナルタオルをご利用するようなこともなくですね、お客さんの要望を一番そのいい工場見つけて、やってもらうというのは我々のスタンスですので、そういったことはまあないんですよね。ですから工場に直接お願いするというリスクというのはそういうことがありますので、ですからやっぱりね、こちら側頼む方もですね、ある程度知識をね蓄えて、工場と接触しないとですね、やっぱりそういった形で、我々のような NGO にたくさん注文するところの後回しになったりしますので、その辺ですね、よく考えてですね注文いただく、これがいい方法やと思います、直接する場合はそのように考えてやってみてください。お願いいたします。